さんこんにちは。九州で経済活動をなさっておられる全ての皆さんの応援団、九州経済産業局のバーチャル広報職員、九州葵です。九州経済産業局は経済産業省の出先機関で、九州の経済を元気にをキャッチフレーズに、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県の皆様を応援しています。4月に入り、ついに新しい年度が始まりました。経済産業省でも令和3年度施策の情報がホームページにアップされています。でもなんかいっぱいあって難しいよね。そこで九州経済産業局ではこの中からこれから使える補助金施策と題して、説明動画や資料を使って14の政策をまとめてご紹介しとるよ。ほら、担当過失もちゃんと書いてあるし、文字だけじゃなくてちゃんと説明資料も載せてあるとよ。すごくない？なかなかやるやろ。令和3年度事業、こんなのないかなーとかご関心いただける方は、ぜひぜひ概要欄からアクセスしてみてくださいね。ということで、今日はここまで。今回の動画の内容をもっと詳しく知りたい方は、概要欄からホームページやパンフレットを見てみてね。これからもたくさん動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。九州経済産業局の Facebook と Twitter もフォローしてくれると嬉しいな。また次の動画で待っとうけんね。バイバーイ。